皆さんこんにちは、 IGN ジャパンのくらべです。2021年のゲームは他を圧倒するような作品がなかったのかもしれません。それでもヘイロインフィニット、メトロイドドレッド、バイオハザードビレッジといった人気シリーズの最新作からIt Takes Two、デスループ、インスクリプションの革新的な新規 IP まであり、ゲーマーにとって刺激の多い年だったことは間違いないと思います。しかしゼルダの伝説ブレス・オブ・ザ・ワイルドの続編やエルデン・リングにゴースト・ワイヤー東京といったゲームの発売が待ち遠しいのは去年から変わらない実態ですね。これらに加えてスターフィールドやポケモンレジェンズアルセイアスなど新たに発表された対策も多く、海外ですでに高く評価されているディスコエリジウムやライフイズストレンジトゥルーカラーズなどの日本語ローカライズも楽しみです。期待するゲームが今まで以上にたくさん集まっており、その多くは何年も先ではなく2022年内に発売される可能性が高いと見て良さそうです。その中から我々は今年も IGN ジャパンライターの投票を集め、最も期待するゲームを紹介したいと思います。では早速見ていきましょう。タクティクスオーガやファイナルファンタジータクティクスといった90年代のタクティクス RPG をリスペクトして現代に蘇らせるトライアングルストラテジー。ようこそグリンブルク。ポリゴンとドットの融合によるビジュアルスタイル、 HD2D による美しいグラフィックは見事で、3つの大国の争いを多角的に見せてくれる重厚な戦争物語も興味深い。お前が噂を広めたせいで。しかし何よりマップごとに異なる地形や仕掛けに目的、キャラクターたちそれぞれが持つユニークな能力や高低差を生かした駆け引きの丁寧な作りが戦略思考を好むプレイヤーを夢中にさせてくれそうです。頑張りましょう。よし。主人公たちの次の行動を投票で決める新年の天秤という新しいシステムがストーリーとゲームプレイをどのように結びつけるかにも注目したいです。早いもので30年の歴史を誇る任天堂の人気フランチャイズ星のカービィ。2022年春に発売予定の星のカービィディスカバリーは何気にカービィ初の 3D タイトルというシリーズの30周年にふさわしい大型タイトルになりそうです。ポストアポカリプスのような舞台、新世界やそこでカービィの前に立ちはだかるビースト軍団はこれまでと一味違う冒険を匂わせていますが、限定的な奥行きのみを採用したように見えるデザインはゲーム初心者にも遊びやすそうで、その点においては星のカービィらしいと言えそうですね。吸って、吐いて、飛んで、コピーするというシリーズおなじみのゲームプレイも健在ですが、それらが新たな次元でどのように進化しているのかも楽しみにしたいポイントですね。It seems I'm unfashionably late, but I'm ready to give you everything you want.軽快かつ中毒性抜群のアクションゲームとして2022年はベヨネッタ3を忘れてはならないでしょう。ザ・ゲーマーズ2017で開発が告知されて以来約5年の月日が流れましたが、ようやく日の目を浴びる時が来るようです。今年9月の任天堂ダイレクトでは現実の渋谷のようなロケーションを舞台とするド派手なアクションシーンが公開されました。デーモンスレイブという大魔獣を召喚する新規アクションはもちろん、これまでファンタジー世界を舞台としてきたベヨネタシリーズとは一線を画す展開に期待できます。また PB の冒頭には同じくプラチナゲームズと任天堂のタイトルとしてスマッシュヒットを記録したアストラルチェインの警察犬のマスコットであるラッピーも登場していました。任天堂やプラチナゲームズのファンとしてはこれらの関係も見逃せないですね。スクエアエニクスとチームニンジャが共同開発するストレンジャーオブパラダイスファイナルファンタジーオリジンはファイナルファンタジーとニオーが出会って生まれたかのようなタイトルです。ニオーのスピーディな展開のソウルライクという側面を保ちつつもジョブやアビリティといったファイナルファンタジーでおなじみの要素をミックスしています。さらに3人までの協力プレイにも対応しています。
キャラクターカスタマイズはもちろん、攻撃役や補助役などの異なった役割を意識してプレイするデザインがうまくはまれば、独自性のあるゲームプレイにつながりそうなので、FF 由来の要素が本作でどのように昇華されるのかに注目したいですね。物語はまだ謎が多いんですが、オリジンというだけに驚く仕掛けもありそうですね。ハリーポッターシリーズはそのスリリングで緻密なストーリーもさることながら、夢にあふれた全寮制の魔法学校ホグワーツの設定が多くの人々を魅了してきました。ハリーのように自分の家にいつかホグワーツからの招待状が届かないかと多くの人が夢見たはずです。ホグワーツレガシーはそんなホグワーツの生徒になりたいというファンの夢を叶えるオープンワールド RPG です。プレイヤーは1800年代後半のホグワーツの生徒となり、魔法使いになるために訓練と勉学に励むことになります。主人公はどうやら古代魔術を習得する特別な才能が備わっているようで、闇の魔法も関わる大きなスケールのオリジナルストーリーも用意されているらしいです。本作が壮大なハリーポッターの歴史にどう位置づけられるかも見どころでしょう。2017年発売のオープンワールド RPG の続編、ホライゾンフォービドンウェスト。前作は雄大な自然の中を機械の獣が割烹するポストアポカリプスの遠未来で、女狩人アーロイは世界滅亡の謎を解き明かしていきました。オープンワールドとしての作りは極めてスタンダードでしたが、その分遊びやすさに関するディテールがバランスよく設計されており、完成度の高い作品でした。失われた古代のテクノロジーによって強化された弓矢などの狩猟道具を扱う戦闘スタイルは本作を特徴づけていましたが、ホライゾンフォービドンウェストで追加される水中での探索や滑空を可能にするシールドウィングといった新要素で広がるゲームプレイにも期待が持てます。そして本シリーズの何よりの魅力はタフでスマートなアーロイのキャラクター性でしょう。一度は世界を救ったアーロイが未知なる土地西部へ足を踏み入れ、そこで何を見つけるのでしょう。母を弔う旅路を通じて父と息子の成長を描いた前作ゴッド・オブ・ウォー。アクションの質の高さもさることながら、父と子の絶妙な距離を巧みに描き、主人公のクレイトスともどもシリーズは大きく成長しました。前作の最後には本作につながるであろう謎が示されており、タイトルに関したラグナロクとともにどのように迫っていくのかが気になるところですね。美しさに定評のある世界は本作では9つの世界全てに足を運べるようになり、息子のアトレアスは見た目も含めて大きく成長しているようです。前作で残した因縁が物語の鍵になりそうで、暴力の化身の面影を残すクレイトスがどのように活躍をし、どんな決断を下すのかが楽しみです。DC コミックに登場するヴィランの魅力は様々な媒体を通じ多くの人に知られることとなりました。映画スーサイドスクワット2作品に登場したハーレークイーン、キングシャーク、デッドショット、キャプテンブーメランをプレイアブルキャラクターに据え、ド派手なアクションを悪に染まってしまったヒーローたちに向けぶちかます。開発はバットマンアーカムシリーズのうちメインシリーズ3作品を手掛けたロクステディスタジオスです。 Did you get him? Really? Why don't you just mail me the bullet?原作が持つ魅力を余すことなく表現しつつ、新たな世界を構築してきた彼らがタスクフォース X の活躍をどう描くのかが非常に楽しみですね。最大4人でのマルチプレイが体験する誰しもが忘れられないパーティーになることも願っています。オープンワールドならぬオープンゾーンのデザインが施されるというソニックフロンティア。何でもオープンワールドにすればいいというわけではありませんが、広いフィールドで音速のハリネズミを自由に走り回せる体験は妙に期待を抱かせます。全てはフィールドがどう活用されるか次第ですが、逃げる方向を自分で決めるエスケープシーンからリングに沿って高速起動するチャレンジまで、とにかく膨大な可能性を感じます。3D ソニックのルーツといえるソニックアドベンチャーのように探索やストーリー要素も加えやすそうですね。
ソニックは映画作品で人気が上昇していますが、ソニックフロンティアは 3D ソニックの新たな未来を切り開いてくれるのかもしれません。第一印象はオープンワールド風のポケモン。ポケモンレジェンズアルセウスは今までになかった新要素が盛りだくさんです。殿堂入りをゴールとしない、いつもと違う時代の冒険、トレーナー自身も回避などのアクションを行って戦うポケモンとのバトル、リアルさが嬉しいフィールド上で行えるポケモンの捕獲、新しいバトル様式となる早技&力技に初めて出会う翡翠地方のポケモン、どこをとっても新しい体験が待っていて、事前情報だけでもワクワクが止まらないですね。これまでの常識を真っ向から打ち破りに来たポケモンの新たな挑戦を目の当たりにするのが楽しみです。パルクールで華麗にゾンビと戦うオープンワールドアクションゲームとはなんて夢のある作品でしょうか。ダイングライト2ステイヒューマンは前作から正当進化したゲームといったところで、広いマップをその身一つで自由に素早く移動できるだけでなく、パラグライダーでビル群の間を飛び回ることもできるようになり、どの勢力に協力するかによってストーリーが変化するようになりました。感染者が俊敏になる危険すぎる夜、最大4人での協力プレイ、血液が沸騰するかのような残酷なバトルも健在で、己の暴力性を楽しみながら滅びかけた世界を憐れむことのできるゲームになりそうです。映画の世界で映像化不可能といった煽り文句はありふれたものですが、ゲームの世界でローカライズ不可能という言葉がディスコエリジウムほど似合う作品はなかったように思います。本作は2019年のリリースから各メディアで絶賛され、ザ・ファイナルカット版のメタスコアが驚異の97点をマークしています。といってもとても万人受けするような作品ではなく、暗い不気味な街並みを舞台にした見下ろし型のアドベンチャーゲームです。得意なのはゲームのほぼ全てがテキストと選択肢で構成されており、探偵役である主人公は町の住民だけでなく自分の脳内とも会話を繰り広げる点です。さらにスキルの振り分けや装備の選択も含めて自由度の高いデザインが施されているため、とにかく膨大なテキスト量のゲームになっています。そしてその作品評価の大部分もこれらのテキストの品質にあるため、ローカライズ不可能に思えてくるわけです。すでに海外では圧倒的な評価を獲得した作品ですが、ローカライズの良し悪しで日本語版の評価はどっちにも転ぶ可能性がありそうです。そういった意味も含めて間違いなく期待作ですね。見慣れた地形に店の看板、渋谷という東京のランドマークが妖怪や亡霊に侵略されています。客観的に見れば恐ろしい実態ですが、その世界は美しく思わず引き寄せられてしまいます。数時間前まで日常であったであろう世界と非日常的な存在である異形とのマッチが絶妙です。近代的な街並みに実写仏閣や般若などの古風なものが掛け合わさるのもいいし、ネオンカラーで彩られた主人公のスキルは年の背景とマッチしてサイバーパンクっぽさを感じられるのもいいですね。敵キャラクターもトイレの花子さんやテレテル坊主をモチーフにしたもの、女子高生やスーツ姿のサラリーマンなど、どこか親しみのあるデザインでどんなバトルになるのだろうとワクワクさせられます。フィールドの構成やゲームシステムなど明らかになっていない部分も多いんですが、早くプレイしてみたい一作ですね。今となっては定番のアドベンチャーゲームシリーズの最新作 Life is Strange True Colors は海外で一足先に発売し、シリーズ最高峰のストーリーやキャラクター、興味深い超自然的な能力や秀逸な選択肢で評価されています。本作でプレイヤーはアレックスという女性キャラクターとなり、物語は兄が住むコロラド州の山奥にある田舎町にやってくるところから始まります。そしてこの町に隠された秘密を暴いていくことになるそうです。日本語音声は相変わらず質が高いんですが、英語版アレックスの声優も高く評価されているので、英語音声日本語字幕というプレイスタイルもありかもしれないですね。ポストアポカリプス的な舞台設定、緻密に構築されたキャラクター AI、 見るも恐ろしいグロテスクなミュータント、類するゲームはカザーレド、ストーカー2、ハート・オブ・チェルノビールほど緻密に設計された世界はそうそうないでしょう。
本作はウクライナのゲームデベロッパー GSC ゲームワールドが展開するシリーズの第4作目です。プレイヤーは突然変異したミュータントが闊歩するゾーンと呼ばれる地域を舞台に、賞金稼ぎとして任務をこなすストーカーとしてゾーンの奥地へ向かっていくことになります。シリーズ最大のオープンワールド、リアリティを追求したグラフィック、そして自らの選択でストーリーを導いていくゲーム体験はゲーム史に残る経験になりそうです。本作はアンリアルエンジン5で開発されているので、ついに本格化する次世代機および PC 専用ゲームのグラフィックには誰もが魅了されることでしょう。魔法の魔法による魔法のためのオープンワールドアクション RPG、 それがフォースポーク。魔法を使った移動アクション、魔法パルクールでフィールドを駆け回り、バトルで様々な魔法を相手に叩き込んでいく。ファイナルファンタジー15で使われたスクエアニックスのルミナスエンジンは軽快で、美しい世界を縦横無尽に駆け回る爽快な移動アクションを期待できます。現代で暮らす少女フレイは突然異世界アーシアに飛ばされ、自分が魔法を使えることを知ります。ここだけ聞けば単なる異世界転生ですが、ネイルアートでフレイの魔法を強化できるなど、現代のライフスタイルが関係している点が面白いところですね。現代とファンタジーの要素を融合した本作独自の世界観に期待したいです。それまで対戦シューターを知らなかった人たちにその魅力を伝えたスプラトゥーンシリーズ、2022年にはスプラトゥーン3が発売されるわけですが、今回も新たなバトルが我々を熱くしてくれるでしょう。スプラトゥーン3は大きな変化がもたらされるようで、全てが崩壊して混ざり合った混沌の世界、刺激的でありながらゲームバランスも練られていそうなスペシャルウェポン、全身に毛が生えてしまうケバインク、そして哺乳竜の機関など気になる要素ばかり用意されていますね。果たして対戦シューターとしてどこまで進化するのか期待がかかります。SF や宇宙を舞台とした冒険が好きな人にとって、宇宙版スカイリムというコンセプトのスターフィールドは胸が熱くならないはずがないでしょう。公開された映像では作り込まれた宇宙船の内部を確認でき、ディテールの数々からあたかも実在するような空間が作り出されています。本作はアクション RPG で、実際の科学も踏襲されたファンタジー世界となっています。舞台は2330年で、ライバルの勢力による銀河戦争の20年後という設定です。プレイヤーはスカイリムをも超えるスケールの舞台で太陽系の果てまで探索し、人類が太古の昔から抱いている疑問に迫っていきます。野心的なスケールでの探索、興味深いミステリーの探求、そして宇宙生活の日常、スターフィールドは様々な意味で没頭できる作品になりそうで、すぐにでも出発したいです。 To discover what's out there。ゼルダの伝説ブレスオブザワイルドの続編は未だに正式タイトルが発表されておらず、今年は一本のトレーラーが公開されただけでした。前作はゼルダ初のオープンワールドとして話題になり、クリエイティブに組み合わせられる物理の要素や画期的なクライミングなどにより全世界が認める傑作となりました。その続編である本作は水彩画を彷彿とさせるビジュアルや基本となる舞台こそ引き継いでいるように見えますが、トレーラーによると今回の冒険は雲の上まで広がり、自由落下や時間を巻き戻すにオブジェクトを通り抜けるといった新要素がありそうです。まだ謎の多いタイトルではありますが、こうした要素がいかにして新しい体験を生み出すかに期待したいです。Emboldened by the flame of ambition. Elden Ring は2位だったエルデンリングがゼルダから周囲を奪っているわけですが、それもそのはずですね。依然として具体的な情報の少ないゼルダと違って、エルデンリングはネットワークテストが行われ、実際にプレイした人が数多くいます。その内容が概ね想像の範囲内だったとはいえ、
今回の投票で他を圧倒していたことからも分かるように、期待に真正面から応えてくれている感触がありました。広大なフィールドで展開する死にゲーはそれだけ刺激的で、自由度の高いカスタマイズ要素や幅広い選択肢が様々なプレイスタイルを可能にしてくれそうです。宮崎秀隆さんが提示したダークソウルの王道進化に没頭し、ゲームオブスローンズの原作者であるジョージ・ R.R. マーティンさんの描いた神話を肌で感じるのが楽しみで仕方ないです。Unless of course thou shouldst take the crown.